じゃあ10レース西日本二次予選を2着で勝ち上がられました奈良の山本慎一選手です。厳しい戦いになるのかなと思いましたけども、作戦はいかがだったでしょうか。まあ、初手に関しては、まあ、シャバも悪いんで後ろからだなって思ったんですけど、思ってるよりいいとこ取れたんで、ちょっと周回中に作戦考えながら走ってました。まあ、ごちゃごちゃしてくれればいいなって話でしたけども、実際、まあ、飛びつきが窓が前の方であって、あそこ一度追い上げ、まあ、行くのかなっていう素振りがあったんですけど、あの辺はどうでしたか。そうですね、もう並び的に、まあ、どっかで緩むタイミングが来たら、まあ、この並びならかませるかなと思ったんで、まあ、しっかりジャンのところで緩んでたんで、かましに行こうって思った時にちょっと畑の動きが想定より外に膨らんだんで、その内行くか外行くかでちょっとスピードが鈍った感はあります。ホームのところで追い上げて、まあ、3番手に入って、まあ、そこからは最後伸びたと思うんですけども、足の状態は、まあ、昨日も最後直線伸びてましたけども上向きですか。そうですね、足の状態は悪くないですし、まあ、しっかり前攻めた結果だと思うんで、まあ、しっかり攻める気持ち持って足も頑張りたいです。まあ、これで次何もなければ近畿が9人準決勝に乗るんですけども、これは嬉しい反面、まあ、難しい宮杯のシステムでいうと、そうですね、勝ち上がりも厳しいですし、まあ、どういう番組になるかわからないですけども、まあ、しっかりもう自分の与えられた番組でしっかり決勝目指して頑張ります。初めての G1 決勝を地元地区の G1 でということで、そうですね、それをしっかり狙って頑張ります。では最後に意気込みをお願いします。明日以降もしっかり頑張ります。お願いします。